俳優やミュージシャンとして活躍する一方で、自らプロデュースしたラーメンガモンの店長を務めた河合ガモン。ラーメン作りに情熱を注いできたガモンが、さらにラーメン道を極めるため、日本全国へラーメン修行の旅に出る。河合ガモンのラーメン道。今回は通常ラーメンに使われる化学調味料を使わない無化調のラーメン店を激戦区東京周辺にて3店舗を訪れる。今回は東京周辺の無化調のお店ということで、無化調というのはですね、化学調味料を使っていないということです。化学調味料を使わないと体に優しいラーメンになるのですが、非常に味を整えるのが難しいと言われております。最近徐々にですが、無化調のお店が増えてきたように思います。なので非常に興味があるところなので、今回は無化調のお店を回ってみたいと思います。さあ、やはりここは押さえとかなくてはいけませんね。ここ、もう有名になってきましたからね。鶏そば、いい香り。すいません、鶏そばを一つお願いします。鶏そばお願いします。店主がまた気難しそうな感じで。一名様大丈夫？濃厚な鶏ガラが効いたスープは、あっさりとした奥の深い塩味。昼と夜各30食限定のメニューである鶏そばは、一度味わったら癖になる一品。あ、すごい鶏のすごいいい香り。では早速。いただきます。いやー、これ綺麗でもったいないな、なんか食べるのは。これは何だろう、鶏ですね、鶏そばだけあって。白髪ネギに貝割れ、こちらはそぼろですかね。そぼろっぽい、なんかメンチっぽい感じの鶏ですかね。早速じゃあスープかな。綺麗なスープだな。味わい深いです、これは。おいしい、あっさりとした塩ラーメンです。鶏そばということで、鶏の風味が非常に効いていて、とても無化調とは思えないようなふわーっとした、美味しいな。やっぱりラーメン屋が選ぶラーメン屋だけありますね。麺が乾水の嫌な味がしないんですよね。チャーシュー代わりに鶏そばですからね。柔らかい、また笠岡の時とは違った鶏ですね。非常に柔らかくあっさりとした鶏。塩ってここまでできるんだ。いや、驚きですね。
なんていうか、体に優しいのにこんなに味わい深いものがあるなんてちょっと驚きです。ラーメン屋が選ぶあのラーメン屋さんということで、本当わかりますね。僕ラーメンやってたからちょっとびっくりですね。無価値でこの味は、この深さは非常に技術がすごいなと思います。こんにちは、初めまして、ハワイガモンです。どうも、どうも。お邪魔してます。あのここのお店って無価値ですよね。そうですね、ね。なぜ無価値やろうと思ったんですか。その舌に残るその旨味が、はい、残るでしょ。残ります、はい。食べてて美味しいんだけど、はい、結局最後お店出た時に、はい、その残る味が嫌なんですよ。あ、それでもうすっきりとした旨味を出したいなと思って、うちは使ってないです、はい。ちなみにここのスープというのは、あの鶏とあと何が、鶏と煮干しですね。もうほとんどそれだけです。別々、うん、別々に取ってるんですか。そうです、両方ともかなり濃いですよね。そうですね、それをブレンドして、まあ、やってるんです。塩だれの方はまあいろいろ入ってますね。塩だれが、そう、塩だれはかなりいろんな昆布だとか、はい、節系のもので、なんかかつ節だとかそういう系のもので3種類ぐらい塩だれを作るときにもそれを一緒に、はい、本当にだから塩だれだけで、はい、湯溶いても結構飲めちゃうみたいな。そうですよね、濃縮スープみたいな感じですね、塩だれ自体が。いつ訪れても行列の絶えないラーメン天神下大輝。出過ぎない調和した味のスープは劣化を防ぐため、昼用と夜用で2回に分けて作られている。次のお店はですね、ここ自由が丘、僕のちょっとしたおすすめのお店です。何度か行ってるんですけど、なんて言いますか、大人な雰囲気の漂うお店と言いますか、僕がラーメンをやってる時にもうラーメンばっかり毎日食べてて、あーラーメン食べたくないなと思っても、ここのラーメン屋だけはついつい食べに行ってしまうんですよね。本当に個人的にはもう僕大好きなラーメン屋です。うん、一番屋、地下に降りていく感じが、よいしょ、分かりにくくていいですよね。あ、まず食券を、3年熟成醤油、はい、すいません、お願いします。ありがとうございます。醤油です。綺麗な店ですね、やっぱりいつ来ても。いつも気になるんですけど、あそこのね、あれは寸胴じゃないんですよね。一個一個出汁を割り振ってるといいますか、一つ一つ温めて、ものすごく仕事が丁寧なんですよ。そしてここ一番屋のラーメンは化学調味料や化学物質を一切使用せず、じっくりと仕込んだ最高の天然だしですね。こだわり抜いた食材を使用し、安心して素材の味を堪能できるラーメン。化学調味料が一切なしでも他に引けを取らない味わいを実現している。ああ、もうカツオのいい風味ですね、この。いやー、ほっとするような香りです。まずスープから。これで
化学調味料入れてないんですからね。不思議ですよね、こんなに化学調味料のふわっとした感じに、ね、この無課長で技術で出すという、うまいなあ。ここ好きは麺に淡水を使用してない麺、なんでしょうね、この淡水を使用してない感じさせないぐらいのよくできた麺なんですよ。麺自体に本当に小麦の風味がしっかりと感じられて、これはやっぱりフランチャイズとかのお店では出せない味ですよね。すごい、そうさまでした。ご主人、お話を伺ってもよろしいですか。化学調味料、この無課長にこだわり出したきっかけとかってあるんですか。うちのラーメンのコンセプトが体にいいラーメンということで、はい、このラーメンを始めたんですよ、はい、でその体にいいラーメンを作るためにいろんな調味料とですね、素材選びになって、はい、その無課長にもこだわったっていうところで、はい、この油分みたいのってどうやって、はいはい、なんか油はですね、ほとんど使っておりませんで、ラードとかですね、無塩なんですよ。何の油ですか、はい、これ魚のはですね、天然の鶏油なんですね。鶏の油の丸鶏を大量に使ってますんで、はい、スープを取るときに、はい、こう出てくるんですよ。それを入れてるだけなんですね、はい。あそこにいつもスープが分かれて置いてあるじゃないですか、はいはい、すごい気になって、寸胴はこっちですよね、そうですね、大きい寸胴で作ってこしてこちらに入れてあるんですね、はい、でまた出してくるんですけれども、でこれでまあ150年前ぐらいあるんですけれども、はい、結局動物あれですよね、魚、はい、ダブルスープになってきて、はい、ダブルスープなんですね、はい、炊く時は、動物だけを炊いて、はいはいはい、魚は魚で炊いてるってことですか。そうです、そうです、そうです、すごい濃厚な魚の感じがするんですけど、はいはいはい、やっぱり水に対しての量の魚の量はすごい多い。多いですね、今日もあれなんですけれども、かなり鰹節とかですね、はい、今日はもうここで出来上がってるんです。これは、はい、これをちょっと寝かしてですね、こしていくんですね。昆布とか鰹節とか煮干しとか椎茸とかですね、はいはい、奥にいっぱい入ってますけども、はい、もう出来上がってるんです。これそのスープ、はい、このスープだけ飲んでるんですか。もちろん大丈夫です、はい、お出ししますで、天然のグルタミン酸の比率を上げたかったんで、はい、出汁こし袋に入れて酒節が入ってるんですよ、はい、すいません、すいません、いただきます、はい、で、今キレのいい状態なんで、こんな感じ、かつお節すごいですよね、すごいですね、はい、キレがいいです。それが寝るとまた全然違った味になるんで、もしよろしければ、少し時間が経ってまろやかになってあ、これはこんなに濃くできるんですね。カツオとシイタケ、ちょっと甘みが出るんですね。寝かせるんですか。あ、寝かせるっていうかですね、少し時間が経ってくるんですね。時間経つと味が変わるんですね、味が全然違ってくるんですよね。あ、全然違いますよね。全然違いますね。全然違いますよね。もっとふわっとした感じになる、はいはい、カツオ節がもっと効いてくるんです、ね、甘みも出てきます。これは鳥に合わせてるんですか。そうです、そうです、はい、こちらの動物系、動物系は、鳥とブッタですか。丸鶏と、そうですね、ブッタとかですね、いろんなものが入ってまして、ミンチ系の野菜も入ってます。野菜も入ってます、はい、ニンジンとかですね、玉ねぎとか、はい、すごいなぁ、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。お店のレイアウトや丼など細部に至るまでこだわりを持っている一番屋。スープにグルタミン酸の量が鰹節の10倍以上詰まっている酒節を使用しているのが特徴。一番屋はですね、あっさりとこってりのラーメンがある中で、その中のあっさり系の醤油ラーメン、この中では僕個人的には、一番好きなラーメンです。
酒節を使ってるからかですね、独特の風味、そして無花調といって、非常に健康や体に気を使ったラーメンなのにもかかわらず、その味のクオリティも落とさずここまでのものを作ってる、これは僕はすごいなと本当に感心します。店の雰囲気も、店主の何と言いますか、ラーメンに対する姿勢もどこか僕が目指していたラーメン屋のスタイルという感じで、非常にこの店に行くと羨ましいなと思う店です。次なるお店へ。さあ、東京ちょいと離れて横浜にやってきまして、つけ麺の美味しいお店があるということで、ああこれはもう並ぶように椅子が並んでるんですね。やっぱりじゃあ有名店というか人気店なんですね。あ、ここですね、大岡さん。初めての方、特製つけそばがおすすめです。お、結構900円とかするんだ。よし、じゃあよし、はい、はい、特製つけそばお願いします、はい、こんにちは。時間を惜しまない、時間を惜しまない、材料を惜しまない、知恵を惜しまない、材料を惜しまないというところが無課長の店って感じですね。いいこと書いてありますね、あそこ。見た目がうどんのように太い麺は無乾水にしてコシがあり飽きのこない麺。およそ 100g の肉厚チャーシューは注文ごとに炭火で炙られ香ばしい匂いが広がる。いただきます。まずじゃあちょっと麺をこのままいただいてみましょうか。美味しい、コシがあって麺だけ食べるとあのうどんに近いような感じで、全く乾水の感じがしないですね。でもこのちゃんマジこれ何ですか、これちょっと美味しいんじゃないですか、これ。うん、やばい、これすげえうまい。焼肉屋さんの肉よりうまい。柔らかい、ジューシー。ほんと、取っとこう。さあ、じゃあちょっとつけ麺の方は濃厚な感じで、ちょっと鰹節かな、魚の匂いが。味はどっちかといえばこってりめなんですけど、またこの麺によく絡みますね。これはすごい。これで無花調なのに、やっぱ味が濃いからかあんまりそういう無花調でも気にならないですね。独特のスープだな。なんだろう、この酸味っぽいもの、なんか独特な味なんだな、表現。醤油なんだろうけど、なんか
味わったことがない味ですよね。食べた。割りゆうもらおう。すいません、割りをいただけますか。はい、すいません、お願いします。スープ割りとは、食後に味の濃い漬け汁を楽しむためスープで割ったもの。また熱くなってます。はい、すごい割りを入れるとすっごいなんか優しい味になってる。さっきの濃厚な感じからまたあっさりとしたスープに。ごちそうさまです、美味しかったです。ありがとうございます。え、これムカチョウですか。そうですね。あ、全くのムカチョウですか。そうですね。完成もないんで。ちなみにこのスープって、はい、なんかちょっと味わったことのない味わいなんですけど。そうですね、基本豚骨とか鶏ガラ中心というよりも、はい、豚の筋とか頭の肉中心の出汁なんですよ。あ、そうなんですか。チャーシューがものすごくて、僕今まで見たことないちょっとチャーシューだったんですけど。そうですね。あれ、あのもう炭火で焼いてるんですよね。そうですね。あれ結構、え、豚のどの部分なんですか。バラです。バラ。あのご主人、ちょっとだけ厨房見せてもらうこと可能ですか。はい、すみません、お邪魔にならない程度で。はい、すみません、お邪魔します。はい、これですよね、チャーシューって。あ、ごめんなさい。いや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 、これを、はい、あそこで。そうですね。はい、これを作って何日目の。これ3日ですね。置いた方が美味しくなる。仕込みに3日かかる。3日かかる。寝かせて、ちょっと塩で煮てなど、水抜いて、味が落ち着くっていうか。圧倒的な存在感でつけ麺の概念を覆される。麺相桜花。無冠水の自家製麺は厳選されたパスタ用やフランスパン用の小麦粉などを使用。今回無課長のお店3店舗回りましたが、いや、これはどれも甲乙つけがたい。本当にどの店も素晴らしいお店でした。味と味を整えるために、まあ化学調味料を入れたりとか、まあなんかコクが足りないなって思った時に化学調味料をちょっと入れると、まあ、コクが増したり、まあ味わいが良くなったりとかするんですが、それぐらいすごいものなんですが、それを使わずに自然の素材だけでその味を再現しようと。これって多分あの料理をやってる方とかからすると非常にたまらないことで、難しいことで、しかもコスト、その自然のものを使うわけですから、それだけ材料費もかかって、とてもじゃないけど採算を考えると、あ、大変だなと思ってしまうんですけど、それを考えずに一生懸命その無課長で味を作っていこうとする、その姿勢が素晴らしい。今回は非常に勉強になる3件でした。次なるラーメンを求めて。